日本コープ共済生活協同組合連合会は日本生活協同組合連合会と全国161の生活協同組合が出資し日本政協連と各政協が入ってきたコープ共済の事業を引き継ぐ目的に設立された共済専門生活協同組合の中央組織日本政協連は1984年に共済事業活動を開始し以後 元受け会員政協との共同引き受けを開始したことにより加入者が年々増加してきた。しかし、2008年4月、連合会と一定の規模以上の政協において、元受け共済事業とその他事業等との兼業規制が盛り込まれた改正消費生活共同組合法が施行されたことにより、日本政協連が共済事業を行うことができなくなったことから、 その政教法改正を機に日本政教連から共済事業を切り離し日本政教連とコープ共済取扱会,会員政教との共同で出資し日本政教連で行ってきた共済事業を引き継ぐ目的に当連合会が発足された継承後に取扱い引き受けを行うコープ共済は助け合いとアイプラス2商品となっているがコープ生命共済 新 II 並びに、コープ加裁共済については、コープ共済連に引き継がれず、引き続き全国労働者共済、生活共同組合連合会が引き受ける。なお事業継承後も、同共済の手続きについてはこれまで通り、所属の各政協で取り扱うこととなっている。東京都渋谷区仙長谷4-1-13コープ、共済プラザ。ありがとうございます。